カウコン楽しめましたかカバシンです。2023年、明けましておめでとうございます。さあ、2023年、注目ドラマはこれだ。どうも、テレビドラマ考察を振り返り感想カバシンチャンネルです。お越しいただきありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年は YouTube スタート、とても良かったと思っております。何より、私がキスマイをはじめとしたメンバー皆さんの、 知識を再びアイドル好きとして増やしていけたことに大感謝しています。改めてありがとうございます。今年も一生懸命アラカンは頑張るんだぞ。さあ行ってみましょう。はい、目次、ドン。2023年1月期追っかけドラマはこの2つ。ハマる男に蹴りたい女。100万回言えばよかった。その他注目についてプッシュ。カウコンは楽しめましたか 映画そして僕は途方に暮れるのコメントについて謎をかけこんな場合でお送りしますテレビのことをネットで語るがラジオのように聞いてほしい、like、a radio! ラオ早速本日の動画いってみよ2023年1月期追っかけドラマはこの2つ 2> さて2023年の1月期もドラマは大変面白そうですすでにアンケートもやらせていただきまして動画としても出しております たくさんのアクセスに感謝しております。で、その後も、かなり1月期ドラマに関しての情報が出てきていますが、やはり、スタートから最終回まで追っかけたいのはこの2つだなと結論が出ました。もちろん、他のドラマが興味なしというのではなく、基本的に私はかなりの数のドラマを見ていますが、動画としての感想と考察を上げていくとすると、この約半年の流れの中で、どうしてもワンクール2つが体力的に限界もあって、 昭和のドラマ「振り返りタイムリープ編」も途中に挟むとどうしても振り分けが必要になるという状況でございますそれでこの2つを新年一発目追っかけドラマとして選択しましたはまる男に蹴りたい女2023年1月14日23時よりテレビ朝日系でスタートするこのドラマご存知キスマイフットツー2の藤ヶ谷泰輔さん主演なんと 出演陣が超豪華なことも含めて、ぜひドラマ好きさんにも見てほしいそうなんです。キスマイフット2さんのファンの方にはもちろんですけど、やはりドラマが作品であると考えると、本当に本当にたくさんの方に見てほしいと、そういうふうに思います。当初、藤ヶ谷大介さんと関水渚さんのことがかなりクローズアップされていましたが、なんと、藤ヶ谷大介さんの母親役に大地真央さん、 ここはかなり本気度が高い。それこそ昭和世代もおっって思いませんか私はかなりそれを思ったマジで。ご存知、元宝塚歌劇団月組トップスター。昨年は最高のオバハンでも注目されましたが、なんて言ったってですね。いいですか今度、そこに愛はあるんかあの CM が <laughs> 継続するのは、 面白いからだけではなくてその圧倒的なさまざまな役に対応する存在感そこでこのラブコメですよ藤ヶ谷泰輔さんが女子に振り回されるそれもですけどそこでどんな風に脚本が出来上がるのかそしてそれを原作があるがゆえ網羅するのはあるにしても結構なコンビネーションを見せてもらえるんじゃないですかね超期待ですそして京本大我さん これまたご存知、ジャニーズ事務所所属のアイドル、ストーンズのメンバーです。と、これだけならやはりファンの方だけになっちゃいそうなのですが、違うんよ。話題性として。第一真央さんはもちろんですが、昭和世代はもちろんお父さんも知ってますよね。え京本正樹さ,さんですよ。もっと言うならお母さんも元アイドルの山本ひろ美さんですよ。 徹底的なサラブレッドとしての失踪を持つわけです似てるよね。しかもね。やっぱ似てる親子なんだな。なんでも、京本政樹さんもかつてジャニーズ事務所にスカウトの声がかかっていたとかって話もあります。まあ、昭和の荒勘としては、お父さんお母さんも存じ上げておりまして、最初に知った頃は、えーそうなのうちの家族に大声で興奮して教えたものでした。が、 もちろんそうは言ってもやはりやる気と行動はすでに28歳になる京本大我さんの中では七光なんてことだけで俳優をするわけではなく2022年は SixTONES としての活動の中でも注目度だだ上がりそこへ到達したのは本人の努力でありましょう藤ヶ大介さんの後輩でもあるわけでここでむしろ先輩を追いかけるきっかけになるのではないでしょうかこのお二人が ドラマのキャストとしてどんな展開を見せるのかますます楽しみになってきましたご期待ですね本当に。100万回言えばよかった。2023年1月13日22時より t b s 系でスタートするこのドラマ今回だから金曜土曜って連チャンなんだよね取り上げるドラマがオリジナルのファンタジーラブストーリーっていう触れ込みなんですがねこれがやはり いろんな情報が出てくればなるほど、三人のやらかしてくれるコミカルさと非日常感が柔らかく融合しそうな気がします。不可解な事件に巻き込まれるというそれがどんな展開なのか。ところで、先日、あのベッドの上で、上白石萌音さんが足をバタつかせて照れながら喜ぶというまるで漫画のようなシーンが、バタ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 って、うわぁ、どうしよううわみたいな、ありましてね、あの、印象深い。 な,なんか他に言い方ありそうだけど恋は続くよどこまでもの再放送がありましたネットでもファーストラブが好調な佐藤健さんですけどここではどういうキャラでやってくるんでしょうかねそこへまた松山健一さんが特殊能力の持ち主として刑事役というねこの松山健一さんですけどドラマなら平の清盛やど根性ガエルなど映画ではノイズなど印象的なものたくさんあります トークバラエティなどでもそのざっくばらんな素があるのでおそらくどういう役柄にもこれまた対応しそうな感じ今回どういうふうに来るのかねここはむしろ井上さん真央さんも,もちろんなんですけどもこの2人のやり取りにも結構面白おかしいとかクソ真面目とかありそうで期待できそうな気がしますそして井上真央さんです以前にも言いましたがキッズ王から20年以上が経ちました 花田も記憶に残るものではありましたけど今回のファンタジーラブストーリーという中にあってもどこか特別な見えていない相手に対して言っておけばよかったというそれをどこまで表現できるのか辛いシーンも織り交ぜながらのそれにも期待ですそして何よりこの3人の番宣写真が以前に発表になったその時よりはるかに深い写真になってて 幼なじみでお互いを運命の相手だと信じていた矢先に起きるその事件のオチがどこにつながるのかインタビューでまずこの3人のコミュニケーション取ろうよって強調していた佐藤健さんの言葉が印象的でもありそこにいないのにいるいるのにいないというのはどうなるのでしょうね挨拶の一つもできないままで別れてしまうという突然の出来事 真面目に考えれば生きている限り必ず誰にでもやってくることではありそうですけど運命の人だと思いながらやってきた別れそこにアクセントになるがごとく事件があり相手が見えてしまうという刑事いやはっきり言ってこの3人の中で松山健一さんがどこまでもどうしようもないんだよっていうのを強調することがスタートの限りになりそうその上にふわっと乗るがごとく 佐藤健さんと井上真央さんがガチャガチャしてその先にオチがあるオチへ向かうなんかそんな気がするななんかそんな感じです <laughs> その他注目について「プッシュ」「大病院選挙」「ゲットレディ」「ブラッシュアップライフ」などもちろんこの3つについてもないがしろにするつもりはなくむしろ全部見るんですけどね <laughs> えこれらも途中で少しまとめ的な動画を上げるかもしれませんというのも 今回これ以外にも広瀬すずさんのやつとか草なぎ剛さんのやつとかあるんですよね全てのドラマが年末の発表以後にかなり番宣がいつもの時より多めに感じます2023年はまたドラマの変革期なのかもしれないですよまた七尾さんらの忍者に結婚は難しいなどは新年早々1月5日つまりこの動画の翌日木曜日22時に もうう始ままってしまうんです。この新年ドラマのスタートがますますテレビに釘付けにしていくんではなかろうかそんな気さえしますもちろん他にもあるのですがざっと日付とともに羅列すると1月5日忍者に結婚は難しいフジテレビ22時檜山健太郎の妊娠テレ東0時30分1月8日ゲットレディ t b s 2 1時 ブラッシュアップライフ、日テレ、22時30分。1月9日、テミスの教室、リーガル青春白書、フジテレビ、21時から。これでテミスって読むんだね。テミスですよ。ね、テミス。1月11日、リバーサルオーケストラ、日テレ、22時。1月13日、100万回言えばよかった、TBS、22時。1月14日、大病院選挙、日テレ、22時。 はまる男に蹴りたい女テレ朝23時1月16日「罠の戦争」フジテレビ22時1月17日「夕暮れに手をつなぐ」TBS22 時「星降る夜に」テレ朝21時1月18日「スタンドアップスタート」フジテレビ22時1月23日「スきスきワンワン」日テレ0時59分このあたりがしのぎを削る切磋琢磨状態になりましょうか楽しみ楽しみです その他、ちょっと注目の部分でですねこの「スキスキワンワン」については概要欄の下の方のトピックスに書いてますんでぜひそちらの方をお読みいただけると幸いですカウコン楽しめましたか,ししたかさて年末はカウコンで年越ししましたでしょうかジャニーズファンの皆様まあ以前にも言った通りでシャッフルメドレーグループチェンジメドレーなど楽しみいっぱいでしたそして私はやはりなんてったってキスマイフット 2B 機ですからね え藤ヶ谷大介さんの年男挨拶とか、玉森裕太さんの月中だとか、あとはかつてキスマイメンバーもローラースケートで駆け回っていたはずのを、後輩の多分、あれは、あ、しまった。これをなんかまたよくわかってない。ハイハイジェットハイハイジェッツハイハイジェッター多分ね、ハイハイジェッ、ハイハイジェッツだよね。多分。 ごめんなさい、これ分かってないです。まあ、あの、後輩たちがね全て歌っているのを見送るっていうシーンがまたこれ印象的ですごめん「はいはい h i、はい、ジェット。すいませんあのちょっとあの、画面にちょっと後でちゃんと調べて出しておきますごめんなさいもちろん全体的にラウルのラストやキンプリのセットの透明感あるあの階段とかねいろいろ記憶に残った方も多かったんじゃないでしょうか。 まあ知らない知らないジャニーズよくわかんないと言いつつ年末だけはこれテレビで見て盛り上がってる私にとっても今回は YouTube スタートした2022年だからこそ特別なイメージで見た気がしますあの人数も多さも圧巻だったそこかしこでわーって盛り上がれるわけでしょうある意味お祭りのみこしがあちこちで出ていて夜店があちこちにあってみたいな それ、泉か <laughs> 一気に盛り上がれるっていうのはいいですよね。もうあっち向いてもこっち向いてもっていう感じでしょう。あれもすごいよな。なんかテレビ見ててね。なんかね双眼鏡みたいなので、こうこっち見てあっち見てってやっている方が映ったんで。ああ、なるほど。そんな感じなんだなと思ってました。それにしても、もっともっと広い場所を使うわけにはいかないんですかね。いやこれ10万人とかになっても余裕で人が集まりそうでしょう。 そうなっちゃうと今度ステージ見えないとかなんかいろいろダメなのかななんかもう年末さじゃあこれ2部構成で2つやるとかそれ大変なのか無理かあそうだよねだって紅白だってあるもんねそりゃ無理か命はもちろんですが国分太一さんも含め司会がまたさ後輩を光らせるみたいな感じでねすんごい良かったと思いますあとは関ジャニエイトの村上さんが やはりさすがっていうか楽しませるための戦闘を切っていたようにも思ったかな。まあこのように私がジャニーズっていうものに対していろいろ思うことあってキスマイをきっかけにして騒ぎ出しているのにはやはり全体が家族のようでもあり老いも若きもっていうとあの <laughs> 命とかに <laughs> 申し訳ないですけどやはり一同に返するっていうのがすごくいいなと。 ある意味この人数いたらもっともっと長い時間でもねいけると思うんだけどまあ先日言いましたけどジャニーズだけに限らずやはり今年はアイドル勢揃い的なそんなテレビ番組が実現したらますます顔も売れてグループのそれも広がっていいんじゃないかなと思います k p o p や男性ダンスボーカルも台頭してきていますが寄せることはないジャニーズらしさはそのままに進んでほしいそう思いますよ 映画,映画そして僕は途方にてまああの年明けもやっぱり <laughs> ちょっとキスマイ美意的なあのテレビドラマのことだけじゃないことも喋くるんですけどもね藤ヶ谷大輔さん主演の映画の公開が、まあ、近づいてきているわけですが映像とは立体化とそういうふうに表現したコメントが出ていてこれがですねすごくちょっと私の中で響いて感じたことがあります。やはり舞台と 舞台と映像、その映画とかテレビとか、この舞台も両方その良さも分かってるからこそ、この言葉が出てくるんではないかなと。まあ、ショービジネスとしてのジャニーズのそれが根底にあるからこそ、舞台でもスクリーンでも、リアルと立体のどちらにも通用する人になっていくのかもしれません。そんな気がしました。こちらの映画も楽しみですね。あ、えーと、この映像の あのー、画像再現っていうかなこれ結構時間かかったんですか割とよくできてないですかねまあ今年も玉森ー太ワールドは私の中で続きそうですえ1000、ー、人登録させてください <laughs> このチャンネルそしたら、えー、キスマイ美意作りますお願いします <laughs> 藤ヶ谷泰輔さんの新ドラマとかけまして2023年の年男と解ときますその心は 跳ねる男ぴょんお粗末。<laughs> はい何回もちょっと言ってるようですが1000人登録を超えたらキスマイビーキのチャンネル作ってさらにアイドル全般も語りたいお力をお貸しくださいあらかんのアイドル列なめんなよ <laughs> 本日も最後までご視聴ありがとうございました私は今年も約2日に1回のペースで動画を上げていきますまだまだ投稿頑張りますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた お相手はアワシンでした。Sweet ones to you.Adieu and everybody go!